は医療園顔医学講師のますみです。今回はお顔のむくみを取るスプーンマッサージを紹介していきたいと思います。お家で簡単にできてとってもリラックス効果が高いので、ぜひ眠る前などに取り入れてみてください。まずはお肌へのダメージを少なくするために、フェイスオイルもしくはクリームをお顔そして首元にまんべんなく塗っていきます。次にお湯につけておいた小さなスプーンを2つ用意していきます。水分を取っていきましょう。はい、それでは準備ができたのでマッサージ始めていきましょう。スプーンの裏側を使って、まずはフェイスライン、顎の下から耳の下にかけて外側へと流していきましょう。二重顎はむくみからもできていくところになるので、そうしっかりとリンパを流すことで解消にもつながります。今度は耳の下の耳下腺から鎖骨にかけて両方のスプーン使いながら流していきましょう。耳下腺はですね、老廃物が溜まるとすごく痛みを感じるところなので、温めたスプーンで血行を良くして流していきましょう。これがね、すごい気持ちいいんですよ。はい、では今度は顎から鼻の下にかけて円を描くように上へと持ち上げていきます。口元のたるみは、お顔の印象の 80% に影響していくと言われるので、しっかりと口元のたるみ解消していきます。今度は小鼻の横ですね、ここも老廃物溜まりやすいところなので、少し刺激を加えて流していきましょう。今度はほっぺですね、下から上にかけてリフトアップ持ち上げていきます。これもね、すっごい気持ちいいんですよ。両方のスプーン使って集中的に行ってくださいね。今度は鼻からこめかみにかけて頬骨の下を通っていくようなイメージで流していきます。今度は目の下ですね、目の下のむくみ、たるみをしっかりと取っていきましょう。そして今度はスプーンの裏側全部を使いながら、目頭からこめかみにかけて流していきます。スプーンが温かいので目の疲れの解消にもつながっていきますよ。今度は眉毛ですね、眉毛の周りも老廃物が意外と溜まっているところになるので、しっかりとですね、刺激を加えて外側に老廃物を流していきましょう。ギザギザってやってあげると結構、ね、刺激が加わっていきます。今度はおでこですね、内側から外側に向けてくるくるくるっと円を描くように流していきましょう。これもすっごく気持ちいいんですよ。最後にこめかみですね、目の横くるくるくるっと円を描きましょう。こう凝ってる方ですね、少し多めにやってあげるといいと思います。今度は耳の横 V の字を描くようにほぐしていきましょう。ここ忘れがちになるんですが、しっかりと耳の横までほぐしてあげることでお顔の血行良くなりますので、ぜひぜひ行ってみてください。最後はそこから鎖骨にかけて流していきましょう。はい、お顔結構すっきりとしました。皆さんもぜひぜひお家ですごく簡単にできるので取り入れてみてくださいね。それではまたね。